はい、静岡県立湖西高等学校テニス部の皆さん、こんにちは。さあ、ヤンゲームズってさあ、しゃあ、これやりたいって言うんでね、まーちゃんが、ね、一緒にやらさせていただきました。どうしてもやりたかったってことで、本日で18時の動画に続き、本日22時からね、せっかく、日本代表のね、プレイヤーに来てもらってるわけですからね、うん、やはり何かね、ちゃんとね、学びを得て次のステージに僕は進んでいきたいと思ったんで、うん、本日はニスク、ついにデビューします。私ニスク、ニスクを状況をね、モアちゃんに教えていただこうかなと思って。任せてくれよと。で、ニスクの中でもやはり一番かっこいいやつを早速、まあ形から入るタイプだから、はいはいはい、一番かっこいいやつどれかって考えた時に、やはりドラゴンロード、やっぱりね、あそこの道をこう飛び越えるロマン、ロマンは俺はそれを追い求めたい。わかりました。ってことで、ちょっとね、モアちゃんにまずあのドラゴンロードのニスクの手本見せてもらって、まあまあまあ、そうね。で、それをまあ俺が見て、あ、なるほど、こんな感じかって言って、感覚でちょっとパパッと、とりあえずじゃあお手本ちゃんと見せちゃって、お願いします。うん、まあ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 、じゃあドラゴンロード、ドラゴンロードで一人出してるスタート、 OK、 スタート OK、 よし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 、ちょっとまず見せてもらおうか。そうね、まあ、ちょっとラグがあるからね、うちのあれ。そう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 、大丈夫、まあ大丈夫大丈夫、もう適用してる、うん、スタダいける、スタダ、こうこうここじゃない、さあ、おお、いいスタート、いいスタート入る。さあ、まず見せてもらいましょう。みんなね、やっぱりニスクはね、やっぱりできるようにならないと、あの高みでは勝てない、うん、間違いない。あのレート仙台だったら勝てるけどね、もうね、1万とか2万になってくると、やっぱりニスクは人を見ていくよ。後ろ見る余裕まで見せる、うますぎるんだよね、これよ、うますぎるんだよ。さっき、あの打ち合わせでは、まあ、一発目がちょっとミスってもらってって話をしてたんだけど、できちゃった、できちゃったね、ちょっとプロ出ちゃったね、今の天才で。ごめんね、ちょっとちょっと天才出ちゃった、天才肌出ちゃった。今もう一回いくから、もう一回お願いします、うん、で、モアちゃんにさ、コツは何って聞いてもさ、まあノリだよねしか答えてくんないんだよね今日果たして教えになるかどうかね、ちょっと不安な部分あるけど、いや、まあノリなんだよね、ノリなんだ、本当にノリ、もうなんか流れみたいな。ここで外から中にグワッツリ入って紫ためて、ピョンピョン、はい、ということで、教えてもらいました。あんな感じね、あんな感じ。なるほど、ここスタート。入射角とかちょっとあの細かい気づきあったらぜひ教えていただきたいです。はいはいはい、はい、まずはちょっとインドリかまして、ここまずメダル集めるね。ここメダル集めて、ちょっと2枚になっちゃった、やばいから。次よ、こっからよ、こっから紫タオル食べるんだよ、これ。ここで紫食べる、たまんなくね。さあ、ここでポイントなんですよ、1個。たまんなくない、紫。ちょもう一回スタートからやり直すよ、はい、ここで。たまんなくない、じゃあちょっとお手本のもう一回ちょっとゆっくり見ててほしい、うん、ゆっくり見るわ。 NI までいかないかもしれないけど、うん、ちょっと見ててほしい。紫ターボたまんないよ。そう、紫ターボ食べるコツが一個あって。一個あるの？一個ある、うん、ちゃんと教えてくれるじゃん。ちゃんと教えますさっきノリとか言ってたのちゃんと教えてくれるじゃん。これはまあね、ノリの中の一個で、ここで食べるときに早め、まず早めなんだけど、うん、早めのときに、ちょっともう一回やるわ、うん、もう一回やるわ、ノリなんだけど、ノリなんだけど、ノリね、ノリなんだけど、今ノリだった、もう一回やるから、うん、もう一回やるわ、もう一回やろう。はい、こうこう、ちょっともうじゃ、もう一回やって。はいはいはい、ちょっとよく見てて、ね、分からんわ、よく見ててね。紫多分たまんないで、たまんないってことは早めに入れなきゃいけないよ。で、まず解放で、ここら辺でいい。で、一回逆入れる、これ一回逆入れんだだけで、あとこういけるから。ほんとだ、たまった。一回逆入れんだよ。なるほどね、こう、マジか、逆入れて。なるほど、ね、あ、まあなるほど、ちょっと逆入れ、今逆入れること意識したからちょっとミスったわ早かったね、だいぶ意識したのが。だいぶちょっと早めに逆入れる意識しちゃった。そうで、ここで逆を入れて、たまった。え、今待って、いけそう、待って、今もう分かった、もう分かった。今のもう来てるよ、紫たまってるから、たまったね、今もう来てる。あ、すごい、そのテクニック、逆一回入れるテクニックすごいな。逆一回入れるとね、こうこう、倒れるよ。あ、もう分かったわ、全てを理解した。これがマジでかい、時空分かった今。いや、今のでかいよマジで。でもかなりシュート早くない？だいぶ早い、だいぶ早い、もう飲み込みが早すぎて、今引いてるから。メダルちゃんとで、ここで逆入れてから、逆入れて、がっつり、いいよ、たまる、たまんないか、いい角度、いや、たまってるよ、いいんじゃない、パッ、うん、いや、惜しいよ、たまれ、いいよ、で、青ため、惜しい、ああ、ぴょんぴょん、いいよ、ぴょんぴょん、いい、ぴょんぴょん、あ、メダル取れた、あ、間違えた、たまるか、で、青、惜しい、いやー、うわー、無理かも、頑張ろう、あ、ああ、怖い、これもうあ、いいよ、うまい、いや、これうまい、うまい、ぴょんぴょんぴょん、惜しい、惜しい、なあ、ちょっと、たまって、ただ、たまって、いや、
うまい。オッケー、うまい。うまいよ。女の子に好きって伝えるときもまず気持ちがぶつかっちゃう。あ、まず好きって言っちゃうな。かなりもう、はい、かなり早く言っちゃう。今、素晴らしいと思う。素晴らしい、いや、素晴らしい、素晴らしい。え、来たんじゃない。おー、ジャンプのタイミング。無理やり、ごめんなさい、もがちゃん、下手くそで。角度、いや、全然。 あとなんか足りないことある？足りないこと、いや、今んとこもう完璧だから、こなしてればね。あとはこなすだけ。うん。ちなみに、モアちゃん、どれぐらいできるんだったこれ、ミスク。あー、俺ん家でやるんだったら、100% できるよ。あー、じゃあ、できるようになるまで。あー、もう、記憶にない。いや、これが発見されて、2回目できた。確か、ほんと。あいけそう。おー、今言ってもおかしくないでしょ。あ、また、また。惜しい。完全ミスった。はいやーおたもーマジアロ入っちゃう。やり直す。ごめんね、うるさくて今鼓膜破れたかもしれないでしょ。あー、もう今左に全然聞こえてない。ごめん、キーンってなってると思う。キーンってなってる。マジ申し訳ないことした。だからもうちょっと、うん、もう一回モアちゃんの見るわ。あー、いいよ。一回モアちゃんの見る。オッケー。一回挟むわ。一回ね。今自分がやってる走りと照らし合わせて修正点を見出す。スタート。ジャンピングアクション。ジャンピングアクション。もう最悪3枚も取んなくてもいいんだけど。でもここら辺もうだいぶ早め。これ完璧だ。なるほどね。これ完璧だ。わかった、うん。ありがとう。これ完璧だ。理解した。ちなみに今までこうやって誰かにミスクって教えたことあるの？いや、もう初めて。初めて誰かにミスクを教えた。誰かにミスクを捧げるのは初めてだね。じゃあ、ミスクを捧げる童貞を俺奪ったってこと？そういうことだね。ミスク捧げ童貞もらった。ミスク捧げ童貞を奪って、俺もミスクを襲われる童貞を奪われた。高校、なんだよ。どういう会話？オスオス。誰得？よし、集中。1枚、2枚。3枚頼むよ、そうだ。ぴょんぴょん。いっいった。いけそう。おーよーいったもう、ね、そばいこう、そばいこう、そばいこう。これ、いけるいける。これもえ、マジ今気持ちよすぎた。感動した。来たね、今。気持ちいい。ジャンピングアクション、ジャンピングアクション。突然来た。いや、これもいっちゃおう、2周連続。やっぱり努力が報われる瞬間ってある日突然訪れるんだよね。俺いつも言ってるけど。泣きそうになっちゃった。やばかったよ、感動したね。マジ感動した。いや、これもう3周決めて、マスターして行こう。マスターして終わりにしよう。で、今もうメダル8枚あるからもういける。早くなってる。よし、で頼む。パーッもうなんでここ。でも気持ちよかった。いや、今のやばいよ。決まった時の快感半端ないよ。俺濡れた普通に。ごめんなさい、濡れたとか言って。いや、マジ今のやばいな。あ、今のちょっと感動したわ、マジで。やばくない？ 2 連続やばくない？ 2 連続、まぁ、あ、ちょっと頑張ったけど、まぁ、あ、1回ならいいでしょう。やばくない？感覚つかみ始めてんじゃない？やばいよ、今つかめてるよ、これ。ついに来たんじゃない？これ来てるよ、ついに。よしよしよし、さあメダル6枚。取ってた方が楽いよ。オッケーオッケー、取っといて、もう全部取る。全部取る、全部取る。ちゃんと1枚、2枚、3枚取って9枚してるから、もうコスメ取ろう、コスメ取ろう。もうコスメ取る。かすり取る。さあ、ちょ、意味がわかんないけど、ジャンピングアクション、集中しちゃう、ちょっと1回集中するわ。オッケーオッケー。1回ゾーン入る。オッケーオッケー。うまいんじゃない？よし！ある！よし！よし！あと一回！うますぎた今の！あれあれあれ！うますぎ！え、マジ？いけてるいけてる。マジ？いけてるね！いけてるいけてる。いけてるよ！ガチあるよこれ。しかもメダル10枚あるから、ちょ、キノコ使っちゃっていいかい？でも一回使っちゃっていいと思う。一回使っちゃってインドリグッズし決めて。よし！やばいやばいやばい。感覚変わってくる。早くなってるから。早くなってるから、ちょっと。早くなってるからやっぱりちょっと早めにじゃ入れるわ、うん、早めに逆のリフト入れて。そうですそうです。
こんな感じ？いいんじゃない？良さそう。くっそ！くっそ悔しい今の。角度甘かったね。いや甘かったね。惜しかったマジで。終わったと思ったのに。あ、ちょっときついかも。きついかもね。おっ。これも溜まってたら多分いってた。遅い、たまんの、たまんの遅いって。あ、ジャンプするの忘れてた。よし、今の乗らないの。いや、惜しいね。なんだ、ちょっと角度なんだよね。角度だね。あと 1.5mm 右、微調整ね。微調整の、微調整、微調整の息に入ってきた。ここをサーブ、よし、サダもいい、ジャンピング、もうこれいったわ、これいった、おもちゃ見といて、オーケー、いったわこれ、見とくわ、行くよ、1、2、3ゴリラでしょ、でこれでピョン、あ、ちょっと取り消しかもしれないな、いったよし、オッケー、1回目、オッケー、いったでしょ、いったいったいった、ね、で、ここまずメダルを全部ちゃんと丁寧に集めていく、この流れでいこう、この流れで、よし、で、このメダルも集めていく。このメダルも全部3も8枚優秀。あ、これいけるよ、この流れいい流れしてるよ、これ。いや、これはもう集めればいいじゃん、10枚するか、10枚しよう、もうしちゃおう、しちゃおう。でもこういうアイテム使っちゃってよいしょ、さあさあさあ、10枚挑戦する初めてかもしれない。そうね、10枚初めてかもね、もしかしたら。ちょっと早めにいくわ、早めに逆取り入れた方がいい。うまい、よし、よし、まあまあまあ、今でしょ、いいでしょ、いいでしょ、ギリでしょ、今の、今さあ、終わりしたい、終わりしたい、こう、いいかげん終わりしたい、いいかげん終わりする、いいかげん終わりするよ。ジャンピングアクション、ジャンピングアクションで、こっちを飛びすぎちゃうの、なんてなんだろうね、毎回。いや、グッズしんどり、よし、ジャンピングアクション、さあ、決める、神様お願いします、集中、リラックス、集中、リラックスよ。そういうことなんです。私、43分でドラゴンロードのリスク3週連続決めることができました。いやーすごい、今まで1回も練習したことなかったけど、リアルに実際43分で行くのは、いや、優秀、なかなか優秀なんじゃない、優秀、ニューレコード、ニューレコード、初めてやったけど初めて完走した。いや、すごい。あ、ほら、しかも最後早くなってる、36分めっちゃ早くなってる。よしよし、もちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで皆さん、ぜひね、ニスクね、もしかしてモアちゃんにね、定期でちょっと来てもらいたいな。まあちょっとあの家庭教師的な、そうね、家庭教師的なあのニスク講座をね、ニスク講座を、マンツーマンで今後ね、お願いしてできればなと思ってるんでね、はい、面白かったらぜひね、皆さんね、高評価とね、コメントも残しててください。あとね、モアちゃんのね、チャンネルもね、動画概要欄貼ってあるんで、ね、ぜひお願いします。ザ・プロのてか今気づいたんだけど、グリーンバックずっと剥がれてたわ。今気づいたわ。グリーンバックゴリゴリ剥がれてた。やばいやばいやばい。これ大丈夫なの？大丈夫、もうしょうがない。大丈夫なの？逆におもろい。はい、グリーンバック剥がれておりました。皆さん、なんで教えてくれなかったの？教えてよ、剥がれてるんだったら。早めに言ってくれよと。はい、ということでね、モアちゃんのね、走りもちゃんと皆さんチェックして学んでください。ぜひぜひ。次回何やろうかな？まだ未定だけど、いつか。次回ちょっと、ミュートシティとか行こうか。OK、じゃあ次回ミュートシティ編で。次回ミュートシティ編でお会いしましょう。じゃあ、最後、パワー入ってる。せーの。バーイ。